あの僕のチャンネルが2000人超えてですね、またちょっとあの、まあ、プロフィールですね、どんなまあ、チャンネルなのかとか、どんな考え方なのかみたいな感じで、また今までやってきたこととか、今できることなどでですね、あのまた一からですね、ちょっとプロフィールっていう形であの動画撮っていきたいと思います。で、このプロフィールの文字のところは、YouTube のですね概要欄の方に常に書いてありますので、まあ、気になった方見てくださいってことですね。であとはですね、まあ、 まあ今週中にはその2000、あ、今週中ですね、はなんか、その稼げるようになったマインドを何選っていう動画とかも撮りたいと思うので、まずはちょうどそのまあ区切りとしてですね、今のプロフィールとかっていうのを話していきたいと思います。じゃあよろしくお願いします。僕はですね、あの、2013年からですね、あの副業を始めて、まあ、生きる不安ですよね。 まあ、一つの、えー、仕事にずっといていいのかとか多分ねその時バイトだったんですよやっている仕事が正社員じゃなくてバイトか派遣社員みたいな感じで、まあ、正社員ではなかったんですよで、うん、まあ要はもう魂が抜けてましたね常にああなんか常に毎日同じことの繰り返しみたいなもう魂がないんですよねもう要は思考停止状態だったんですよずっと 思考停止状態でまあまあそれでもなんか常に不安があるみたいな多分こういった経験ある人いるたくさんいると思うんですけどだから本当に副業を始めるまでは常に不安魂抜けてるみたいな,、うん、なんか意識ないみたいな感じの毎日のやっぱり過ごしてましたね生活。 で、ネットビジネス独学で開始したのが、まあ、最初、e、eBay 輸出ですね。まあ、いつも言ってるんですけど、コンビニで立ち読みしてたら、まあ、日本のものをですね、あの海外に売ると、まあ、高く売れるよみたいなこと書いてあったんで、あの次の日、本屋さん行って、まあ、e、eBay 輸出の教科書みたいな本買って、あの、独学で2013年にアカウントを作ってスタートしたってことですね。で、当時はですね、あのー、 本を見ただけで独学でスタートしたので、そもそも無在庫販売とか有在庫販売とかの意味がわからないわけじゃないですか。だって初めてのことなんで。僕は普通に有在庫100%でスタートしたってことですね。だってその時に無在庫っていう言葉なんて知らないわけなので。で、えー、っとですね、まあ eBay を独学で始めて、まあ有在庫でですよね。で、今だと有在庫100%では、まあ、ある意味仕組み化ですよね。 その全て商品、有罪庫有罪庫っていうのはすあの、負じゃないですか。在庫って負なんですよ。要は、売れ残りっていうい意味がある人っているじゃないですか。在庫って何みたいなあ。売れ残りでしょそれは不裁量はないんですかって。これ違って、えー、例えば、えー、何の音だこれ。例えば、あの僕の場合は有罪庫なんですけど、全て元が取れてるんですよ。その 有在庫の商品の、えー、仕入れた金額が全て元が取れているのでこれは在庫ではなくて資産になるんですよそうだから手元に資産があってなおかつ出品できてあの売れればいいわけじゃないですかこれある意味仕組み化になるんですよそもそもリサーチ作業とかあのーまあ、仕入れ作業っていうのがなくなるわけじゃないですかそこで,である意味の仕組み化になってるんですよね で、取引、まあ、e b a に関しては、やっぱもう、もうすぐ2000ぐらいですかね、評価で。でトップセトータル、そうですね、トータルは数千万は利益出てますね、多分、この、7、8年間で。あの、まあ、数えたことないんですよ。だって、あの、エクセルとか作ったことないんで、利益率表みたいな。そ,そもそも僕、作る意味なんてないと思っててなん、なんでかっていうと、元が全部取れて売れれば、あの、丸々利益でチャリンって入ってくるから、 別に、なんか、少なくてもいいじゃんと思っちゃうんですよね。なんか、その、毎月、なんか、ギリギリで、例えば、商売やってますってことじゃないんで、そう、だから、その時間あるんだったら、他のことやりましょうよってことで、ね、YouTube 撮ったりとか、YouTube 作ったりとか、うん。あとは、まあ、まあ、ブログ、ブログ書いてないですけど、最近、SNS やったりとか、SNS もあんまやってないですけどね。そう。 で、まあ、とりあえず、まあ、eBay 輸出から始めましたよ、ということですね。で、次はですね、あの、eBay 移設、2016年ぐらいかな。2017年ぐらいですかね。でも、それぐらいなんですけど、まあ、ブログって何みたいな。アフィリエイトって何みたいな感じで、あの、アフィリエイト始めたんですよ、ブログ。最初はですね、あの、ペラサイトって言って、 一枚のページで完結するアフィリエイトサイトを作りましょうみたいな、えー、YouTube チャンネルがあって、あの、ヒーローゆうきさんって方なんですけど、この人に最初出会わなければよかったっすね。うん。ペラサイトなんかやんなきゃよかったっすもん、今思うと。ワードプルスでっとっとと始めてればよかったですね。だから半年ぐらい無駄にしましたね、多分。だペラサイトでアッチゅうっていうですね、あの、ペラサイトを作る、まあ今だとシリウスとか、 あるんですけど僕はあっちゅーまっていうやつをですね、なんか、インフォトップとかで買って、で、ペラサイトで、その、1枚のページでアフィリエイトサイト、アフィリエイトページ作りましょうみたいなことやったんですけど、全く稼げなかったですね、その時。独学でやってたんで、それも。で、もうペラサイトはなんかもうこれ無理だみたいな、資産にならないし嫌だと思って、次、ワードプレスやったんですよ。 X サーバー契約して、ドメインはムームードメイン。これも独学でやって、うーん、それで、やっぱり2ヶ月、2ヶ月ぐらいとかで初報酬はで出ましたね。うん。で、普通に、あ、アフィリエイトって報酬出るんだと思って10、その年の11ヶ月目ぐらいには、あの発生報酬で80万円を突破したんですよ。あの1年経たずに。 あ開始10ヶ月かそうです、ね、単月報酬80万円突破して、うん、突破したんですけどあのこれは資産にならないなと思ってやっぱりアフィリエイトってその案件が終了したらあの稼ぎが0ロになりますしあの Google アップデートであの自分のサイトが例えば2番目とか3番目に表示されていてもその記事があの Google アップデートで要は県外に飛ばされる可能性があるんですよ4ページ目とか5ページ目。 だからその上位二ページ目に来て上位上から2番目に来ていたページが、えー、と毎月、例えば50万円、えー、発生してましたとアフィリエイト報酬がで例えばその月のまあ下旬ぐらいにですね Google アップデート アップデートっていうんですけど、その順位変動させることを、これ、Google 法とかなんか3ヶ月に1回とか4ヶ月に1回とかはあるんですけど、だからそれで普通に県外に飛ばされちゃうことってあるんですよ。4ページ目とか5ページ目とか。そうすると50万円稼いでいた記事が、要は一瞬で0円になりますみたいなことっていうのは普通にあり得る世界なんですよ。それって 資産にならないなと思ったんですよ。積み重ならないなと思って、すべては Google のさじ加減じゃんみたいな。しかも記事追加しないと自分のサイト自体がどんどん弱くなって、あのページの順位が落ちるわけじゃないですか。あ、これはダメだと思ったんですよ。自転車操業だみたいな。これラットレースだみたいな。これじゃダメだと思ったんですよ。全く意味がないと思って。 えー、自分の名前も使ってないブログじゃないですか。なんか普通のアフィリサイトなんで。自分のブランディングも増えないし、あの自分の資産、コンテンツも増えないのであ、これは続けちゃダメだと思ったんですよねあの。1年間やってて、1年ぐらいやって気づいた時に、に、マジで意味がないと思って、とりあえずアフィリエイトの えーまあ、新規でなんかゴミみたいなサイトを作るのはやめましたね。うん、これはもう意味がないと思って、まあ、今でもですね一応毎日アフィリエイト報酬はですね昔の、まあ、過去の遺産ですよねあの過去の遺産から、まあ、少ないですけど、まあ、入ってきてますね毎日何件かはやっぱり成果発生しましたって来ますね A8 アクセストレードアフィリエイト B レントラックス、えー、あと何使ってたっけな あ,あと、リンク A。うん。インフォトップインフォカート。っていう感じで、アフィリエイトプロバイダー、アフィリエイトサービスプロバイダーっていうのがあって、要は、あの、たくさんあるんですよ。世の中には。だからそういうの、やっぱり、あの、使ってましたね。だから使わないと普通できないんですけど。うん。だから、まあ、まあ、基本 A8 とか、アフィリエイト B とか、レントラックスとか。 っっていうのを使ってましたあま Google グルアドセンスであったりとか、あと Amazon シエイトとか、あと楽天アフィリエイトとか、うん、そういったものも使いますけど、やっぱ少なからず過去の遺産から毎日収益が入ってくるってことは、まあそれはそれで、まあある意味不労所得になるので、まあ、資産性はないけど、まあ普通に、 だからまあブログとか今からやる人だったら自分自身をブランディングできるブログを作った方が絶対いいですねだからそこに PV 集客してあの観覧数であったりとか PV 数増やしてそこに、えー、例えば自分の詳細販売するとか Google ア,ド Google アドセンス稼げないので A8 とかでなんか報酬が高いやつを紹介するとか,か転職サイトとかやっぱ高いんですよ転職サイトとかあとあ,あと例えばブログで X サーバーの使い方みたいな記事書いて X サーバーはこちらから、えー、例えば契約できますみたいなでそこのリンク踏んで X サーバー誰かに契約してもらうと3000円の報酬が入るとかこれがそのアフィリエイトなんですよね うん、だからそのアフィリエイトやるんだったら自分自身をブランディングできるアフィリエイトでやっぱりあの500記事とか1000記事入ってると強いっていうイメージですよね僕はもうあのそんなに入れられなかったので <laughs> ダメダメでしたねあでもねやこれからやっぱりブログはちゃんとやろうかなと思ってますねもうちょっと落ち着いたら、うん、絶対にそれは自分自身のブログは資産になるので まさにネット資産、オンラインの資産になるので、あのや,やっぱりや,やった方がいいですよね。そういうのって。まあ、例えばブログから自分の YouTube チャンネルを紹介するとか、逆もしかりなんですよ。YouTube でブログの記事紹介して、で、ブログに PV 増やすとか、これは全部ですね、点と点なんですよ。YouTube も点、ブログも点、SNS も点。だから SNS から自分のブログに、えー ブログに、えー、っと、まあ、観覧してもらうとか、SNS から自分の YouTube 動画見てもらうとか、これ逆もそうなんですよね。ブログから自分の SNS のフォロワーになってもらうとか、あのブログから YouTube チャンネル登録してもらうとか、あの、すべてオンライン、オンラインであったりとか、メディアであったりとか、こういったものはすべて点になるので、あの、点と点っていうのを積み重ねていって、一つ大きな点があればいいんですよ。例えば、 えー、ブログの PV が毎月1万2万 PV ありますって人だったらそこから YouTube とか SNS 紹介するだけで一気にその分の PV 数の人が増えるじゃないですかこれ逆もしかりで YouTube、うん、そうですね例えば SNS のフォロワーが今5000人いますとで5000人の人に自分 YouTube 始めましたとだから一つでも自分自身がブランディングできる大きな媒体があれば やっぱりあの簡単にあの一つのメディアっていうのを大きく育てられることができるんですよ。だそれやってる人はやっぱ強いですよね。自分自身が商品化。自分自身に興味を持ってもらえる。自分が差別化して、えー、発信をしてるってことになるので。そういうの強いですね。だからまあワードプレスアフィリエイトのそのアフィリサイトは ま自分自身がブランディングできないし資産がないので、まあ、とりあえず作ることはやめましたねだから過去の遺産からは毎日何件かは報酬入るっていう形ですねで YouTube チャンネルもですねまあ、コツコツ頑張ってもうすぐ2000人って書いてあるんですけど2000人超えてありがとうございますってことですね本当にで伝承籍のスクールっていうのもですねおととしぐらいに入って去年かおととしぐらいに入って えー、それでですね、電子書籍も作れますよと、写真集とか、あの本も普通に作れますよっていう感じですね。あ、電子書籍もですね、毎日印税入るんですよ。あの電子書籍の仕組みってですね、a、え、m、ー、a z o n k i n d l e AmazonUnlimited Amazon っていうのがあるんですけど、月額980円ぐらいで、あの Amazon にある Unlimited、要は Amazon って Unlimited ってえっと読み放題のサービスに入ると本って読み放題になるんですよ。で、自分がその読み放題のサービスを、まあ、例えばそこを設定すると、1ページごとに印税って入る仕組みになってるんですよ。今だと多分0.5円から1円ぐらい、まあ、ちょっとあの、詳しくも分かんないんですけど、毎月変わるので。だから今まで本もですね、何十冊作ってあの放置してるんですけど、毎日印税入ってきますね、その、 データ見るとだからこれも例えば物販とかアフィリエイトがもしマジで稼げないってなったら本作りまくれば僕稼げるじゃないですかだからこれがまさにリスクヘッジにななるわけなんですよ、うん、だって実際にあの毎日報酬出てればその分の本の,、ま、あの出版数増やせばあの指数関数的にやっぱり見られて印税入るわけなんで。 だかその、電子組織も毎日印税を入ってますね、少なからず。であとは YouTube のコンサル、あ、YouTube じゃない、あ、YouTube のコンサルも入りましたね、去年。かな去年かおととしぐらいに入って、今だとこの一行チャンネルの他に、1万、今だと6000人ぐらいのチャンネル一つ保有してますし、あと2000人ぐらいのチャンネルも一つ保有されてますので、そ でもう結構毎日お金入りますね。その YouTube の。いい時だと本当5万、日給5万とか入った時ありますね。5万とか6万とか。で、平均はもう1万円以上はあの入ってるって感じですね。あ、最低1万円以上入ってるって感じですね。毎日あ。美味しい、美味しいですね。普通に考えて。でしかも動画作成はもうクラウドワークス、 だから YouTube に関しては本当1日30分ぐらいですかねその素材を渡して、えー、これを作ってくださいっていう素材ですよね1日30分ぐらいでまあ最低1万いい時だと5万4万とか入ってくるようなものをまあこれ1つのチャンネルでですねもう1つのチャンネルも少なからず入ってきて でこの一行チャンネルの方も少なからず毎日報酬入っているので,でこれがまさにあの収入源をたくさん持ちましょうリスクヘッジしましょうっていうことになるんですよねであとはですねコンサルですねコンサル自体は LINE アットの方でえっとコンサルってどんな感じなんですかっていう質問要は来た時に えっと一回じゃあズームで説明だけするので、まあ、僕はもうどっちでもいいのであの検討してくださいっていう形でいつも <laughs> 終わってるだけですね <laughs> うんなので興味ある人だけがあのコンサル生になってもらっててでえっと僕のやり方とかそういったものをあの全て動画とか、まあ、多分動画も普通に限定動画だと100本ぐらいとかは全然ありますので全部足すとそういうのも全て渡してたりとかしてるので うん、なんか普通に結果出してる方もたくさんいてな、ありがたいですね、本当に。で、やっぱり前向きな方もたくさんいるので、ありがたいですね。コンサルとかもこれも独学ですね。その、コンサルのやり方ってわかんないじゃないですか。あの、最初どうやっていいか。か僕はもう本当にワードプレスで自分の教材っていうか、コンテンツ作って、パスワードつけてそれを渡したりとか、 毎月限定動画を作ったりとか、あとは普通に質問し放題とかにして、えっ、ー、と、売り上げ伸ばしましょう。で、やっぱり1年でも2年でも5年でも10年でもずっと続けられる、えー、自分の場ですよね。自分の、まあ、フィールド、まあ、自分のその収入源を一つ、でっかい収入源で、か幹になる収入源、折れない収入源を作りましょうっていうことですね。だからやめなければ稼げるじゃないですか。 で月に10万円稼いで1年間でやめたら年間120万円じゃないですかたった10年間やれば1200万ですし20年間やれば2400万ですしで僕なんてあの2013年から ebay 輸出始めてるのでだからで今も八8年間続けられてるじゃないですかだからこれからも10年後も ebay がある限りはやりますし20年後もその物販がある限りはやりますしだからその大きな 大きな幹になる部分さえ作っちゃってだからずっと稼げる時は稼ぎましょうっていう結局出品数とかで分かるんですよねあのこの人稼げるなとか稼げないなとかやっぱりやってる方は稼げますしやらなかったら稼げないわけじゃないですか,だからそこがこの分けるところですかねその伸びる人と伸びない人の分けるところかなっていうのはありますね あとはそうですねその思考停止状態の60分過去の動画っていうのが YouTube であるんですけどこれとか結構面白いと思いますねその僕の生まれから、うん、なんか現在に至るまでのなんか話を60分間してみたみたいなだから本当にダメダメでしたねダメダメな人間からなんか勉強することに出会って なんか思考が180度変わりましたみたみいなだから要は思考停止状態からあの常に新しいことを見つけて常にチャレンジすることでして常に失敗してその中から一つでも二つでも成功を成功できることをまあやってきたっていうような動画になるので、まあ、結構面白いんじゃないかなと思いますねだって今僕ができることですね これ9割以上独学なんですけど独学で習得独学で覚えたんですけどまあ ebay 輸出はもう8年間のキャリアがあるので結構長いんじゃないですかね国内でもあと無罪国内無在庫とかもできますね今はねあんまやってないんですけど何から国内無在庫で1ヶ月間コミットしろって言われたら全然初月10万とか普通に利益出せる自信はありますね 10万、うん。で、2ヶ月目二20万とか。だか3ヶ月目で30万とか。だから毎日コミットしろって言われたら全然できますね。あと、アフィリエイトもできますね。だから、アフィリエイトもさっき言ったように、そのいろんな ASP 使って、そのワードプレス使ったりとか、アドセンスとか、アソシエイトとか、うと、ん、か、こういったものできますね。あと、ブログはできますね、もちろん。ブログ作るために、そのハテナブログとか、その FC2 ブログ、シーサーブログとか、 あのそういった無料のブログじゃなくて、まあ、有料のワードプレスで、あの、作りますね。で、サイト作成も全然できますし、YouTube も動画撮れますし、あの、これなんて、なんですかね、あの、要は台本作ってないんですよ。ただ自分の頭の中で整理、整理もしてないですね。要は、あの、パッて思い浮かんだことを、その、なんか、喋ってるみたいな。 喋ることもできますし、動画編集もできますね。動画編集は、えー、ファイナルカットプロですね。ファイナルカットは3万4000円ぐらいだったんですけど、あのそれにですね、えー、MacBook Pro に入れて、動画編集も余裕でできますね。そのトランジクション、トランジクションでしたっけなんか入れたりとかうん、その音声入れたりとかカットしたりとか、なんか基本的なことはもう全部できますね。あ電子書籍の作成は、 えまあ本、普通の書籍でも写真集でもどちらでも作れますね。あとメルマガはですね、えー、マイスピーかー、今マイスピーっていうところでやってるんですけど、えー、まあそうですね、今年にはちゃんとしたものを一つ <laughs> 作ろうかなと思ってますね。あんまりいいの作れなかったんで、今まで。 あと、LINE アットとかも、今、LINE アットはもうほんと1000人は超えましたね。でも、LINE アット全く配信してないじゃないですか。うん。あのね、これね、なんでかっていうと、LINE アットを登録してくださいっていう情報を発信してる人ってめちゃくちゃいるじゃないですか。YouTube とか。あれってね、何かっていうと、最終的にバックエンドの商品がある,あるんですよ。売らされるんですよ。な,なんかの商品を必ず。 僕の場合は LINE アート全く更新すらしてないじゃないですか。だから本当に、例えば僕が LINE アート使うときってあの、例えば新しい SNS やったので、なんか興味ある人は来てくださいとか、例えばラジオチャンネル作ったので、なんかそっちも聞いてくださいみたいな感じで、あのお知らせの意味でちょっと使っていこうかなっていうのもあって、だから基本っていうのはその、えー、例えばですね、その、 搾取される人って絶対いるんですよ、世の中に。それって例えば、YouTube とかブログとか LP ですよね、ランニングページとか見て、か最終的に、えっ、ー、と、LINE アット登録してくださいみたいな。そうすると、あの、まずステップラインっていうのが届くんですよ。1日目の配信、2日目の配信、3日目の配信、4日目の配信、これ全部自動化できるんですよ。あの、ステップライン、ステップ配信って言って。で、最終的に例えば7日目で、 え何かの商品を売らされるみたいな。これがまさに、えー、その7日間でステップを使って教育してくるっていう方法。まあ、それは、その教育っていうのは最終的に稼げれば全く問題ないと思うんですけど、っていう感じですね。LINE 配信も全然できますし、コンテンツ販売っていうのは、えっとですね、例えばノートとか、ココナダとかっていうので、 自分のコンテンツを例えば PDF とかで作って販売する。これも全然できますし、コンサルもできますし、LP、ランニングページの作成も、例えばペライチとかでできますし、あと、外注かクラウドワークス、ランサーズシュフティーとか。これも今まで100人以上の方にですね、いろんなことを手伝ってもらいましたね。ブログの記事書いてもらったりとか、えー、リライトしてもらったりとか、動画編集してもらったりとか。 合計100人以上の方はやっぱり手伝ってもらいましたね。だから外注化っていうのもできますしあと仕組み化ですよね。仕組みっていうのもやっぱりオンライン上に何かの仕組みを作ってその自分の労力,労力をあのとことん減らす。だから例えば、えー、外注化するときに説明書って必要じゃないですか。外注応募してきてくれた人一人一人にあのメッセージしてても時間が 10人だったら10倍10回分かかっちゃうじゃないですかだからえっ、ー、と仕組みですよね YouTube とか、まあ、ブログでも記事でも何でもいいんですけど一つの説明書を作ってその10人にひとその一つのことを渡しちゃえばあのこすべてレバレッジがかかるじゃないですかこれがまさに仕組みかまあ自動化もそうですね自動化っていったら本当にあのオンライン上インターネットのシステムを使って あのブログの記事とか、音声とか、動画とか、こういったものを私自動化。あと、リストマーケティングとか全然できますね。あの全くやってないですけど。あと, DR と、DRM とか、これもマーケティングの手法、ダイレクトレスポンスマーケティングとか。あの、こういったものもやっぱり勉強しましたね。マーケティングっていうの。あの、世の中にはですね、二つある、二つっていうか大きく分けて、二つあるかなと僕思ってて、あの、マーケティングとプログラミングなんですよ。で、多分ですね、 まあ勘なんですけど、9、1ぐらいでプログラミング、8、2ぐらいでプログラミングを覚える人って多いと思うんですよ。例えば、今、世の中にプログラミングスクールってめちゃくちゃあるじゃないですか。あの、僕、プログラミングスクールなんか入っても、全然稼げないと思ってて、結局、天井があるじゃないですか。要は。で、あと、よくよく考えてほしいんですけど、ちょ、昔、YouTube の動画とか、 HTML とかワードプレス e s s とかあのサイトを作ることって難しかったじゃないですか今に比べてそのサーバー契約とかドメインとかでも今って簡単にできるじゃないですかじゃあこれを逆に計算すると今プログラミングで難しいことがどん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 楽にできるようになっていくんですよ誰でもあのなんか視覚的要は感覚的に そのサイト作れますみたいなプログラミングできますみたいなサービスでどん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 増えていくと思うんですよだか,だから昔ブログが難しかったけど今は簡単に作れますみたいなだからプログラミング自体を覚えてもどん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 人がライバルが増えて簡単になることをなんか今覚えてなんか意味あるのって思っちゃうんですよそれだったらマーケティングを覚えて自分自身をブランディングしてあの自分自身を差別化してなんか情報発信した方がいいんじゃないのかなと思うんですよ だって自分自分身に興味があるじゃないですか。まあ、そもそも例えばあのこの人に何かを教えてもらいたいという人はその人しかいないんですよ。でもプ,ラプログラミングであのこ,のこのシステムを作ってほしいって誰かに教えるとその,プラそのシステムを作る人って5万人いるかもしれないじゃないですか100人いるかもしれないしあの200人いるかもしれないじゃないですかあの世界中に。でも、 この人に何か教えてほしいってなったら、その人しかいないんですよ。それ、ここに気づいた方がいいんですよ、絶対。差別化なんですよ、それってまさに。差別化されてますかってことなんですよね。うん。だからこれがまさに、プログラミング・マーケティングの違いであって、なんか、プログラミング、なんか、今覚えてるの、どう、なんか、僕はなんか意味あるのって思っちゃうんですよね。 だからそのプログラミングを使って自分自身をマーケティングできれば最強だからプログラミングを使って自分だけのウェブサービスを作りますとかこれできる人は最強ですねプログラミングで誰かの仕事を受注するこれだとやっぱりあのプログラミング得意な人が誰でもできることになっちゃうのでこれだとやっぱり差別化できてないんですよそうだからプログラミングとマーケティングを組み合わせるんだったら まあ本当に、それはめちゃくちゃいいことだなって思いますね。やっていてめちゃくちゃいいことだなと思いますね。だから時代の流れとしては、どんどんパソコンの、やっぱり、どんどん簡潔化されていくんですよ。そのサイト作りとか。うん。だからそういったことを考えると、やっぱり、あの、自分自身をブランディングした方がいいんじゃないのですかって思いますよね。それは。 まあ、プロフィールであったりとかできることは、まあ、こういう感じなんですけど、まあ、今後の展望としてはやっぱりファイヤーですよね僕のゴールは要は,毎要は1年間の,その生活費がその配当金だけで、えー、賄えたら要は自分がい一切働かなくても生活できる要はこれ人生の上がりモードなんですよ。 よく両学長とか、あと中田敦彦さんとかよく言ってるじゃないですか。なんかファイヤーしようみたいな。だから、僕のゴールはもう完全にファイヤーして、その、仕事とか金銭的なストレスを一切抱えない生活になって、でそれでもやっぱり情報を発信して、その一人でも多く、やっぱり、 うん、そうですね。1000円でも1万円でも稼げることができましたと。その本業プラスに1万円でもやっぱり収益を上げることができましたと。まあ、その01をですね、やっぱりあの助けられるようなその情報発信っていうのをして,していきたいなっていうのはやっぱ思いますね。でこれはまあ今,今後のやることっていうかゴールっていうかそのまあことですね。で、このプロフィールとか、例えばできることっていうのを見たときに、 差別化されてるじゃないですか例えばこここんなにその収益化できることをしかも独学でやってる人ってその周りにあんまりいないじゃないですか,だからこれ差別化されてるじゃないですか,だからこの差別化されてる人に興味を持つってことがそのある意味ブランディングなんですよだから僕例えばベンチャー企業とかマーケティング会社とかそのウェブ会社とかに面接 学歴はないですよもちろんあの県内でも多分トップワースト3以内には入る超バカ子のであの大学も行ってないですし、まあ、多分ワースト5には入るんじゃないですかねその県内でうんスーパーバカ子なんでそうだから例えばえーまあ、学歴がない 学歴がもうね、ゼロに等しいんですけど、だから、例えば面接したら、ら僕は面接感を落とせる自信はめちゃくちゃあるんですよ。今までの経験だったりとか、喋りであったりとか、向こうが何考えていて、何をアンサーすれば、まあ、一番その人に響くことであったりとか、あの今まで面接感っていうのは、いろんな人の話を聞いてきて、あの基本みんな言ってることって一緒じゃないですか。だからそこにどうこの人に刺さるような言葉を差別化で言えるかとか、 だから本当にあのクリティカルヒットのことをこの伝えられるかっていうことはもう絶対にできる自信があるのでだから面接とかしたらなんか受かる自信はめちゃくちゃあるんですよ。要はな例えば会社とかで。だかこれはやっぱり自分で勉強してきたことですしどなんかいろいろチャレンジしてきたから、うん、それで か差別化できたんじゃなだから勉強するとやっぱりあの面接とかも絶対受かりやすくなりますし興味も,も興味持ってもらえたら要は勝ちじゃないですかそうだから今高校生とか大学生の方だったらどんどん自分で授業を始めてあの向こうから是非うちに来てくださいみたいなんっていう人間になれれば要は就活し放題じゃないですかそもそもっていう人間になった方がいいんじゃないですかと思うんですよまさに。 僕の甥いっ子とかももう小学校ですけどなんか今のうちに自分で授業,授業とかなんか稼ぐことを覚えちゃえばあのそもそも僕小学校から稼いでましたけどねみたいな人間になったらそもそもみんな興味湧くじゃないですかこれがまさに差別化であってブランディング化なんですよねそうめちゃめちゃ美味しいですよねそれ考えたら だからまあ僕のまあプ,ロプロフィールっていうかまあできることであったりとかうーんまあそうですねやってきたことみたいなことですねであとはやっぱり年間ですね2本から3本ぐらいの新しい収入の柱っていうのは常に作っていくマインドですねこの中で何かが稼げなくなったら収入源が減るわけじゃないですかだからその分ですねその収入源を増やすためには あの今の時代に変今の時代に対応していく今の時代の流れっていうのはめちゃくちゃ早いですよねあのだから変化に対応していくってことなんですよだからあのダーウィンの進化論でもなんか力が強いものが生き残るんじゃなくて頭がいいものが生き残るんじゃなくて変化に対応したものが生き残るって言われてるんですよだからかさっきも言ったようになんかペラサイト作って今もペラサイト作ってますみたいなこと言ったら こいつ変化に変化してないんじゃん、みたいなことになるんですよ。僕がまだアフィリエイトサイトをなんか作りまくってます。ってなったら何も変化してないじゃないですか。だから常に変化に対応して、時代の流れで変化に対応して、あの変化に対応してチャレンジして失敗してで失敗10個して、その中から1個2個当たればいいんですよ。っていうかっていうマインドを持ってるとやっぱりあのいろんな収入源どんどん増えてくるので。 それすごい大事だなと思いますね。じゃあまたあの動画今度出したいと思います。じゃあ失礼します。